呪徳寺は東京都北区滝野川四丁目にある新聞州、豊山派の寺院。住職は第25世の荒井慶褒まれ。寺殿によると鎌倉時代、当地を訪れた武士によって本尊の完世音菩薩を安置したことに始まると言われている。本尊は谷津子育て官能として昔より親しまれた。江戸時代に当地を治めていた領主との間で揉め事があり、 その際に古文書を失ってしまったため、詳細な由来は不明となっている。その後、幕末になり新選組、近藤勇太大使たちの菩提寺となり、近藤処刑後、境外墓地として現在板橋駅そばにある近藤の墓地の管理、及び明日における供養をしている。また、2008年には、境外仏として、他日大観音が混流した。 近藤勇の墓は呪徳寺の境外墓地である。JR 板橋駅前にある。新選組隊長、近藤勇は、慶応4年4月25日に、板橋刑場で残首の刑を受けた。首は、京都三条河原にさらされ、銅は、現在の北区の滝の川に埋葬されたと言われている。当墓地は生き残った、新選組の大使、長倉新八が、発起人となり、 1876年に建てたもの。敷地には、近藤の墓のほか、肘方歳三や新選組大使の供養等もある。また、1929年には、長倉の墓も同じ敷地に建てられた。以降、毎年明日の4月25日前後になると、近藤の供養のために、当事院が墓前で法要を行う。当墓地は2003年に、東京都帰宅指定文化財に指定された。 ありがとうございます。